こんにちは、ハピです。今回は珍しく我が家で飼っているトイプードルのハッピーについての動画にしていこうと思います。私のコーディネートの動画ではちょこっとハッピーが登場しているので、いつも見てくださっている方はハッピーの存在については知っているかと思います。簡単に自己紹介をすると、犬種はトイプードル、女の子で年齢は3歳、名前はハッピーです。のんびりおっとりとした性格のワンちゃんです。今回はトイプードルのトリミングという内容の動画です。ぬいぐるみのように可愛くて毛が抜けにくいトイプードル、頭もいいのでとっても人気の犬種ですが、この3年間実際にトイプードルを飼ってみて大変だなと感じたのはトリミングと日々のお手入れです。トイプードルはカットをしないと毛がどんどん伸びていく犬種なので、早い子では月に1回、遅くても2ヶ月に1回ぐらいのペースでトリミングに行くことをおすすめされています。ですが今回忙しさもあって3ヶ月間トリミングに行けませんでした。3ヶ月間トリミングに行けないとこんな感じになります。もう誰という感じでおばあちゃんみたいなワンちゃんになってしまいました。こう見た目だけではなく、まず手足、そして尻尾が毛玉だらけになってしまいます。毛玉が増えてしまうと自分で直すっていうのがすごく難しいです。どうにかしたいなと思ってセルフカットに挑戦したのですが、もう本当に失敗しました。自分のセルフカットがすごくひどかったので、トリマーさんの技術ってやっぱりすごいなと感じました。それだけでなく爪が伸びてしまったり、あとは手足の毛が伸びてしまって歩く時に滑りやすくなってしまっていました。なのでやっぱり定期的にトリミングに行くことが大事だなと感じました。トリミング代としてシャンプー、カット、歯磨き、他にも爪カット、耳掃除など含めて1回1万円ほどかかります。1万円って結構どの美容院代よりも高かったりするので、それを2ヶ月に1回のペースでもう継続的に行かなければいけないので、そこは大変なことだとこう飼ってみて思いましたが、ビフォーアフターを比べてしまうとすごくそのトリミングの大切さというのを改めて感じました。今回のトリミングのカットなんですが、全身をすっきりとカットしてもらいました。体の毛の長さと手足の毛の長さをすべて8ミリに揃えました。一度きれいにカットしてもらった方がお家でのブラッシングもしやすくなるので、リセットという感じできれいにカットしてもらいました。尻尾やお尻周りも毛玉ができやすい場所なので、そこもすっきりめにカットをお願いしました。ほうきみたいな感じになって、この尻尾も可愛いなと思っています。また顔周りも結構3ヶ月間トリミングをしないとすごく毛が伸びてしまって、私も頑張ってこう顔周りをカットしてあげたり、目にかかってしまう部分をセルフでカットしたんですが、それでもやっぱり1ヶ月経つと目が見えなくなるぐらい伸びてしまったので、今回顔周りもすっきりとしたカットをお願いしました。顔周りをすっきりとさせて、耳も短めにカットしてもらいました。子犬のような可愛らしさがあって、このカットすごく気に入っています。なのでこれからのトリミングの頻度は 1.5 ヶ月から2ヶ月ぐらいの間隔を目安にトリミングに行こうと思いました。そして日々のブラッシングのケアを欠かさずにしていこうと思います。はい、ということで今回はトイプードルのトリミング事情という動画でお送りしました。ハッピーのビフォーアフターに驚いたという方はぜひ高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。